チョークアートアトリエジュンの小澤澄夫です。今日はどういうふうに私は自分の存在を世間に広めたかをお話ししたいと思います。チラシを出しても全然読んでもらえない、本当にどういうふうに自分を知ってもらおうと悩んでいた時に、そうだ、自分から売り込みに行こうと思いました。その売り込みに行くというのは、私の住んでいるところの周りにパン屋さんですとかケーキ屋さん、お菓子屋さん、イタリアンレストランとかいろんなお店があるんですけれども、そこに突撃で、私の描いたチョークアートを売り込むと言いますか、置いてくださいっていうふうにお願いに行きました。もちろん無料です。でも自分の好き勝手に描いたものを持ち込むんではなくって、もちろん何回もそのお店に通って下準備で、どういうものを売っているのか、どういうものが美味しいのか、何度か足を運んでそこのお店の味を確認して、あとそのお店の雰囲気でどのくらいの置くスペースがあるか、そういったものをよく観察しました。例えば壁にはちょっと置けないなと思ったら、サイドテーブルの上にちょっと置ける小さいサイズのものを描いたり、そのようにして、何店舗かお願いに上がりました。いきなり持って行ってもやはりびっくりされるので、それまでに何回か通うことでちょっとお顔の方を知ってもらったっていうのがとても良かったと思います。ですので、置いてくださいとお願いに上がったところは、私は 100% 置いていただくことができました。次は次回です。